秋場所2日目結びです。芦屋出身、千賀の浦部屋、東方小結沖の海、島根県沖郡沖ノ島町出身八角部屋、本日結びの一番であります。今場所は白鵬、鶴竜が初日から休場、大関が結びを初日から務めていきます。朝乃山は連敗となりましたが、先ほど武隈さん、まず一つ勝つことが大きいんだという話をしていましたね、はい、まあ、まだ13日ありますから、はい、これからです、まあ、逆にこれから、まあ、2つ星を落として追いかけていくような形になる中 です、ね、はい、気持ちの面がまた変わっていけばというところがありますかね。そうですね、昨日今日と少し受け身になっている部分があるので、はい、もうどんどん自分から踏み込んで、まあ、右差しですから、右差したりあと左上手、そこだけは意識してやっていってほしいですね、うん、そしてもう一人の大関貴景勝ですけれども、埼玉栄高校の後輩の大関ということになりますが、先場所はですね、膝が痛い中で本人はもうギリギリの状態で相撲を取っていたという話もしていましたが、勝ち越して休場、そして今場所に臨んできました。場所前は隆の勝、先ほどの隆の勝とも3番稽古を数日することができて、膝もだいぶ良くなってきたので精神的にも自分の中で楽しみと話していた場所前でしたが、その中であの初日の相撲でしたね。そうですね、昨日は、ね、その自信持った相撲内容に見えたので、今日もね、まあ、沖縄回し取りに来るので、はい、そこはもう回しは絶対取らせないように心がけて、まあ、本人分かっていると思うんですけど。昨日の相撲はどうですか、あの怪我をする前のいい時のあの押しに戻ってきたと見ていいですか。そうですね、昨日は、ね、下から押し上げる本来の、ね、貴景勝本来の相撲が出ていたのでよかったです。照ノ富士に相撲を取らせませんでした。あの締め込みもですね、今場所から黒に新調して、はい、また気持ちも新たにと。そうですね、親方の現役時代も黒の締め込みでしたね。ああ、僕は、はい、黒が多かったです、こちらは沖ノ海、先場所35歳にして三役で初めて勝ち越しをして、あの良い意味で肩の力が抜けてきて今場所は2桁を目指したい。そうですね、全然35歳に見えないですね。若々しいですね、うん、なんか余裕が感じます。先場所はその沖ノ海が押し倒しで勝っているんですね。そうですね、まあ、貴景勝その相撲の反省していると思うので、今日はしっかり踏み込んでいくと思いますから。初日いい内容で白星を挙げた貴景勝、2日目です。小結び沖ノ海戦、当たる、押し込む、はず、押し出し、完勝、貴景勝2戦2勝です。初日2日と自分の相撲で白星を積み重ねました、はい、どんどんこの、ね、相撲を重ねていけば気持ち的にも乗ってくると思うんで。決まり手押し出しです。向正面は若小湯の白縫さんですが、白縫さん、はい、貴景勝の今日の相撲どうでしたか。うん、そうですね、やはりあの、ね、当たりもいいですし、この重心を低くして押していくっていう、やはりそれが一番の持ち味だと思いますので、はい、そういう内容が出ていたのかなと思います。膝の状態であの先場所苦しみましたが、その重心が低いという目では、はい、この相撲を見る限りは膝の状態、先場所よりはだいぶ良さそうですか。うん、そうですね、そういう感じがしますね。昨日もしっかりこの上下の動きが、はい、もあったと思うんで、かなり調子はいいんじゃないかなと思います。